はい、こんにちは、スレトルトと申します。君が死ね、多数決デスゲーム実況プレイ始めていきたいと思います。2章後編ですね。カイさんが持っていた、パソコンの中身をまあソーたちと協力して、ようやく中身が見れるっていうところなんですが、まあちょっとソーはねやっぱ裏がありそうだなってところなんですが、まあちょっと見ていきましょう。パソコンの中身を引き続き、これは見たな、サラさんの好きなもので、エッチなファイルは読めなかったと。でこれ、サラと名前のついたフォルダだ。特にもうとにかくサラのものばっか入ってるね、情報ばっかりが。パスワードでロックされている。パスワードは私のお母さんの名前。ゆっくりと母親の名前を入力した。開いた。これか、先にちょっとゴミ箱見ようかな。データを捨てるためのゴミ箱だ。中になんか入ってたりしそうだけどね。でも空っぽみたいな感じもするな。じゃあ一個左から。個人的なお礼と名前のついたファイルだ。読みましょう。こんにちは、カイさんです。なんでさん付けなんだよ。すいません、この文書はデスゲームとは全く関係ないです。サラさん、あなたに佐藤カイとしての個人的な感謝を伝えたいのです。感謝してんだね。私は地動院家に大変お世話になりました。お手伝いさんとしてあなたのお父さんのお仕事や家事を手伝わせていただきました。もちろんそれはあなたを監視するという組織の仕事のためでした。最初、家族同様に接してくれるあなたのお父さんに私は嫌悪を感じていました。逆に嫌悪。組織のエージェントとして幼い頃から訓練されてきた私は愛情というものに、触れたことがなかったのです。初めてなんか家族的なものを感じてしまって組織を裏切り出したっていう感じなのかな。怖かったのです、自分が変えられていくようで。しかしいつしかあなた方一家を守りたくなった。この目でサラさんが成人を迎えるのを見守りたくなった。だいたい同い年ぐらいなのにね。初めて生きる目的ができたのです。地動院家と出会えて本当に良かった。ありがとうございますサラさん。と言っても別にサラは何もしてないんだけどね。存在も知らないぐらいだし、ストーカーだと思ってたぐらいなんだけどね。カイさん、まあ、お父さんに体温はあるって感じか。お、来た。重要人物調査データと名前のついたファイルだ。え、この下側にあるなんか写真の頭って刑事さんっぽくない？違う？どうもカイです。実は昔の ID を使ってごく一部ですが組織のデータにアクセスすることに成功しました。その中でデスゲームの参加者に関するデータを発見したのです。元おまわりさんっていうことが分かったりね。といってもほとんどの参加者のデータは持ち出せないようプロテクトがかかっていたのですが、ある男だけプロテクトが外れていました。どうやら彼のファイルは一度削除されたのですが、何らかの理由により復元されたようなのです。え、全然違う。誰？ちょっとこのなんかマフラーな感じがそうっぽさはまあ、あるといえばあるけど。あ、ほらほらほら、マフラーマフラー、魔のフロフラー。こいつはどうしたんですか？なんだ、みんなの様子がおかしい。俺だけ知らないんだけど。初見ですよ、私。みんな、この人知ってるのか？マフラーが同じだよな、完全に。ごめん、僕少しだけトイレに行ってくるよ。どうした？こんなね、大事な情報を、そうとかだったらめっちゃ知りたいだろうに。彼のことは名前すらわかりません。しかし、組織が人物ファイルを削除する理由は一つ。死亡です。もし彼がデスゲームより前に死亡したとして、わざわざ復元された、つまり生き返ったということでしょうか。は？生き返っただと？これあれだね、レコなんか目がちょっと座ってるなと思ってたけど、メイクが取れてるだけなんだね。コメントで気づいたんですよね。どっかで見たはずなんだこいつ。みんな記憶なんか既視感みたいなのがあるってことかな。なのに、なんで思い出せねえ。お前さんもか。
カンナもどこかで、でも何も思い出せない。誰か名前を知ってる奴はいねえのかよ。なんかさ、こいつちょっとラスボス感あるよね。なんか、そうと同じマフラーしてるのもそうだし、あ、そうだよね。ね。さっきからずーっとね、そうだよねって言ってんだけど、別にね、ダジャレ言ってるわけじゃないんですよ。マイティーソーとかの話してるとよくある話なんです。ソーさんと同じマフラーをしてます。彼についての謎は、私には解明できませんでした。そして、奇妙な点がもう一つ。デスゲームの参加者は20人ほどいたはずなのですが、全員分の人物ファイルがないということです。これを私なりに推測すると、え、あ、また交換だ。な、この音は役職カードの交換だ。それどころじゃねえってのに、役職カード今交換したってことは、ここにいないメンバーが交換したんだよね。さすがにこの目の前で交換なんかしないだろうし、そうがね、わざとらしくいなくなったという考えもできる。この場にいない誰かが交換をしたんだ。またパソコン、いやーこれは役職チェックしよう。タブレットを確認しましょう。ああ、お前さんたちもしっかりチェックしとくぜよ。は、はい。鍵番だったよね。あー、サラちゃんは変えられてなかった。うん、私は鍵番だ。さ、パソコンの方。え？え？わー！最悪！身代わりじゃん！あれ？このタイミングなのかよ。身代わり？これはトラウマの身代わりですよ。ジョーがこれを持ってて。この身代わりを持ってるパターンだと、もう自分が死んじゃうか、全員、他の自分以外の、ほぼ全員が死ぬかの二択だから、もう最悪なんだよな、このカードは。ただいま、三度目の交換が行われました。最悪。見間違いじゃない。誰かが私とカードを交換したんだ。それも、よりによって、身代わりを押し付けた。ありえない。だって、私は、みんなのために、まあ、身代わりを押し付けたってことは、誰かが、このサラちゃんのことよく思ってない、死んでもいいと思ってるってことだからね。苦しい。あれ、息の吸い方が。どうした、サラ。闇に落ちてってる。俺と同じカードだな。どんな気分だ？いや、ジョーはそんなこと言わんよ。落ち着け。私は今パソコンを。大丈夫。必ず死ぬカードってわけじゃねえ。パソコンを。お前は俺を殺したけどな。もうこれ自分のなんか、罪悪感みたいなもので、ジョーを言わせてるんだよな、サラちゃん自身が。サラちゃん。いい落ち着いて。もう、ケイジさん頼むから死なないでくれよ。なんか嫌な予感すんだよ、ケイジさん、これ。なんか活躍しすぎなんだよな。でも、ここでケイジさんが死んだらさ、ちょっとさ、主要キャラクターが死にすぎというか、ねえ、いかんよ、このメインキャラクターばかりを。肩から温度を感じる。俺の嫌な予感当たってくれるなよ。暖かい。でも、原因は消えない。あ、いや、でも誰と交換すんだって話だしね。カードを交換しなきゃ。私はメダルを50枚以上持ってる。そうだ、確か財布は寝室に。取りに行かなきゃ。パソコンは？体が勝手に動き出す。みんなの視線も脇目も振らずに走り出す。でもこんなことしたらさ、なんかサラちゃんに何らかの嫌なことが起きた、変なカードが入ったってみんなが分かっちゃうよね。選べんの？財布、どこに？どうしよう、財布泥棒にやってたら。ベッドの上にも枕元にも財布はなかった。え？左の椅子の近くに財布はなかった。財布はなかった。おい、財布！ベッドの財布、ええー！なんで？どこを探しても財布がない！どうして？警察呼んで、警察。
私がなくすわけないのに。でも誰に押し付けるんだって話だしな、そもそも。死にたくない。他に何か手は。ん？嘘の間。うわぁ、悪いこと考えるなぁ。まあ、アリスもメダルを持ってはいるんだろうね。もう、剥ぎ取って、まあ、剥ぎ取る自体はもうこれ仕方ないことだから、それはみんな許してくれるだろうけども、その後誰に押し付けんだって話だからね。再び走る。遺体を回収される前に、私の未来のために。なーい！はぁ、はぁ、そんな。アリスさんの遺体は綺麗に片付けられてる。これハンナキーが片付けたんだな。嘘だ！なんで、そんな！これじゃあ私は、どうしたら？おい！ハンナキー！サラさん。ハンナキー。ちょうど掃除が終わったところです。もちろん、遺体は丁寧にいたしましたので。もう上のストローからビューって吸い取ってやろうか、お前。ヒヤヒヤになる。あ！ちょ、待って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 。セーブしたかったなぁ。ハンナキーを、バッドエンドの方が、どちらかというと、ね、この直前でバッドエンド、直後にバッドエンドが見れんだったら、バッドエンドの選択肢を選びたいんですけども、騙してみる？こいつちょっと怖いやつなんだよな。私のメダルが落ちてなかったか？え？財布を落としたんですか？どこにもありませんでしたが。ああ、そうじゃない。アリスさんにメダルを預けてたんだ。お！ある作戦のために、一時的にすべてね。生きていたら返してもらうはずだったんだ。頭切れるな。死者のメダルを没収するだなんて、私たちは聞いてなかったからな。だから返してくれないか？サラさん、アリスさんはメダルなんて持ってませんでしたよ。え？すいません、忙しいのでこれで。誰かがもう回収してるってことかな。同じこと考える奴はいるもんな。どうなってる？アリスさんがメダルを持ってなかった。ありえない。アリスさんはメダル所持数で上位だったんだ。私を陥れるために誰かが。あれ？なんで笑いが？はははは！よー！楽しそうじゃん、サラ。ああ、もう何も考える気力が湧かないんだ。結局サラもさ、本気で脱出できるなんて思ってなかったんだよ。そうなのかな？なんとなく、みんなのために希望を見つけておいて、人望のない奴が死ぬ、そう思ってたんだろ？まあ、人望のない奴が、まあ、死ぬといえばそうだからな。でもそれは違うよ。それは違うよ。それは違うよ、ジョー。希望が必要だったのは私だ。前を向いている限り、お前を殺した現実から目を背けられる。でも、帰った先の未来は、真っ暗にしか思えないんだ。なんだよ、サラ。死にたがってたのか。そうじゃないんだよ。そうじゃないんだよ。そうかもな。きっと心のどこかで私は。ふふふ。ああ！ジョー、ようやくお前から逃げなくて済みそうだよ。刑事さん！え？お！あれ、銀！しっかりするにゃん、サラ姉ちゃん！銀もね、はじめ俺ね、あんまショタ系のキャラクター好きじゃなかったんですけど、いや銀も好きですよ、もう今や。ジョニーちゃんなんてどこにもいないにゃん。変なもの見ちゃダメだわん。ワンニャン時空伝。なんで銀がここに。なんでって。そんなのサラ姉ちゃんを元気づけるために決まってるわん。お。銀。お願い、正気に戻ってよ。本当のジョー兄ちゃんを信じてよ、サラ姉ちゃん。ジョーがそんなこと言わないって信じなきゃな。一番の友達であるお前が。ジョーを信じる。何もできなかったのは、サラ姉ちゃんだけじゃないにゃん。僕だって、みんなだって、悔しかったわん。苦しかったにゃん。なのに、ジョー兄ちゃんは、最後まで笑顔だったにゃん。他の死んじゃったみんなだって、残された人のことを最後まで思ってたわん。きっと、
みんなで生きて帰ってほしいって思ってるから。だから、サラ姉ちゃんが本当のジョー兄ちゃんを信じてあげなきゃダメなんだよ。本当のジョー、これで幻影から、ね、ミラージュから逃れられるかもな、ジョー、この、ね、銀のおかげで。わからない。もうずっと見失ってる気がする。いつも一緒にいた、あいつの姿を。私に正面から立ち向かう勇気があるのか？おお、でもこれどうすんの？こっから。身代わり引いちゃったらもう、システム的には積んでるんですよ。ここの準備ができてない。あ！まあ、でも立ち向かうを選ぶしかないのかな？うわ！サラ。お前はジョーなんかじゃない。襲い来る魔の手を全部跳ねのけるんだ。何？何？おい！おい！急にゲームできてきた。レナレナレナ。うぃー。魔の手ってもう物理だな、本当に。跳ねのける物理。うぃー。真ん中攻撃できないんだな。もう手をパンパンするだけでいいのかな？うぃー。うぃー。うぃー。いけるいける。最近特にゲームの腕を上げております、レトルトさん。跳ねのけた？ちっ。もう、お前は壊れてるんだよ。完全に消すことなんて無理だ。またな。もう会いたくないっすよ。サラ姉ちゃん？銀、ありがとう。私は、大事なことを忘れていたな。元に戻ったわ。ああ、みんなで生きて帰ろう。もう誰の命も奪わせない。お！誘拐犯の思い通りにはさせない！うん！力が湧いてくる。私一人の命じゃない。みんなを守るために前へ進むんだ。でも押し付けた奴がおるで。行こうわん、サラ姉ちゃん。おぉ！え？おぉ！猫の目。すごい。なんかいいね、相棒システム。とてもいいね。下あるのかな？50までこれ埋まっちゃったか。じゃ、また、セーブデータを1からやり直しますか。いやー、このゲームは長くやってきてるからね。もう始めたのは1年以上前だもんな。移動する長い階段。あ、なんか落ちてる。とりあえずどこに向かうにゃん？そうだな。メロンソーダ女から出口を聞き出すのはどうにゃん？サラ姉ちゃんの威圧感で泣かしてやるんだわん。これデスゲームが始まる前になんとか脱出しようって思ってんだろうな。そういえば、整えるを回収したのはハンナキーか？チップを見つけるなら急いだ方がいいかもしれない。ハンナキーの頭になんか、ね、なんかいろんな反逆のチップみたいなのがあるみたいなね。え、本当に泣かせに行くにゃん？なんか落ちてんだよな。何かが落ちてる。これなんだにゃん？ビデオ！なんだか見覚えがある。景品交換所にあったビデオか？あ！これ、ナオさんが買った犠牲者のビデオだ。確か中身は、警察官の服装の女性が鎖に繋がれて、刑事さんが見てたやつね。うん。あの男性の後ろ姿、刑事さんに似てたけど。ナオ姉ちゃんが落としたわん？なんでこんなところに。なお姉ちゃんがね、何を考えてるかわかんないですよね。ない。なんか手に入る可能性はあるからね。お！ない。カンナは静かに会話している。はい、ソウさんは本当に脱出のためにいろいろと。ちょっと大きな声をかけてみようかな。カンナ！ひゃー！ソウさんの話か。聞かせてくれ。びっくりした、お姉ちゃん。おー。いえ、サラさん。お姉ちゃんって呼んで、ええやで。さっき、ソウさんへパソコンを返却しに行ったのですが、脱出の作戦を進めてるみたいでした。本当なのか、それ。本当に、さっきの言葉は真実だったのか？ソウとあのマフラーの関係は何なんだろうね。きっと、みんなで帰る方法をソウさんが。だから、
どんな約束カードを持ってたって関係ないですよ、サラさん。あの場にいたから気づいてんだな。え、カンナ？それとも、こう、層が交換して、もうそれ自体がもう作戦ってことは知ってるってことなのかな。信じられねえよ、カンナ。本当に層が。声をかけよう。猫さん。おう。猫さんはすべて受け入れるような笑顔で、ポンと私の肩を叩いた。猫さん。顔色も戻ったし、元気そうでよかったよ、サラ。すいません、あの時は。いいって、何も言うな。それよりあの後もパソコンを調べたんだけどよ。大した情報はなかったんだ。みんなの記憶の中にあるあの男は何なのかっていう。ちょっとラスボスと俺予想もできるんだよな。もうちょっとパソコンに詳しけりゃ、なんかできそうだったんだが。そうも言ってられねえ。別の手を考えなきゃな。なるほど。まあちょっといろんな部屋回ってみますか。寝室。ガーッ、ない。そもそも刑事さんと同じ能力なのかもわかんないけどね、別に。えい、ない。景品交換所は？ない。アリスさんの顔写真の上にドクロの札が貼ってある。で、戻って、ロビー戻って、次は医務室。あ！血がある！まずこっから。あ、サラちゃん、銀くん。なおもなー、ちょっとなんかなー、怪しげな行動してるんですけどね。この2章の前編でなおちゃんのことめっちゃ好きになったんだよね。うん。もともとは別に特にって感じだったけど、うん。みんなが成長していく様がいいんですよ。なお姉ちゃん、何してるにゃん？ちょっと、ハンナキーさんを探してて。なぜですか？なぜハンナキーを？あ、いえ、大した理由ではないのですが。ここにいないにゃん？確かに医務室へ行ったのは見たんですが。まあ、これは、これだよね。にゃ、なんか変な匂いがするわん。どんな匂いだ？あ、こいつは匂いを感じれんのかな？にゃむむ。あ！血と焦げた何かの混ざったような匂いだわん。これはじゃあ、アリスと、あの、ノエルを連れてったみたいな感じかな。何？大丈夫ですか？お二人とも。多分、そのガラス戸の中から。このガラス戸の中って、常人形がいたね。確か、あいつの人形が。開けてみるわん。あ、銀！中には何もなかった。そうか。いや、なんかおかしいよ。待てよ。なら人形はどこへ消えてしまったんだ？あ！サラネちゃん、この奥続いてるわん。なんだって？もしかしたら、その先にハンナキーさんが。入ってみるかにゃん？行くなら私も。頼もしいね。じゃあ、待って、一回戻って、長い階段。あれもう全部行ったかな、これ。ここは？ここ行ってないか。ないね。瓦礫の部屋も、うん。こっから、あそこに降りることはもうできないんだな。違う。医務室に。行こう！え？あ、人形か！わー、この、なんかボクサーの人とか、あれだよ、処刑ビデオの人とか、これ警察官の人だよね。こいつの処刑ビデオもあった。一枚絵見たことある。これは？にゃキモいにゃん。うぅ。まさか全部。人間か、そんだけねえだろ。人形か、人形なのか、実は混ざってんじゃないの、本物一つぐらい。僕とそっくりなやつまでいるわん。三島先生。陰キャの人形もあるにゃん、ムカつくわん。ソウさんか。パソコンに載ってた写真の人物。ソウさんと同じマフラーを巻いてたんだよな。一体どんな関係が？サラ姉ちゃんは陰キャをどう思うわん？敵だ、仲間だ、わからない、嫌い。いやいやいや、多分ね、敵というほど敵では実はないんだよね。あいつはあいつで、まあサラのことを悪い奴だと思っているとか、まあそのデスゲームの人をなんとかしようとは多分思ってんだよ。だから敵ではないんですよ。だから嫌いです。嫌いだ。ただ、
嫌いですけど、サラちゃんの視点からすると嫌いだろうけど、俺はあのキャラクターとしては結構好きなんだよね。ああいうの。ソウさんがつく嘘も、他人を利用するところも、サラ姉ちゃん。でも、みんなで脱出したい。それは嘘じゃない。きっとここから解放されれば、本当のソウさんを知れるかもしれない。にゃん。中央には私や刑事さん、カンナなどの人形が佇んでいる。今にも喋りかけてきそうだにゃん。会ったことのない人の人形もありますね。おそらくすでに犠牲になった人たちだ。カンナの、ん?あれだよね、ナオの人形がないのか?結構ない人はないか。うん、レコもないもんね。銀やアリスさんの人形が佇んでいる。鏡を見ているみたいわ。今ちょっと、可愛いよ。それは男の子に言うセリフじゃないやん、サラ姉ちゃん。失礼。間違えた。かっこいいと言おうとしたんだ。苦しゅうないわん。可愛いなぁ。これは可愛いですね。人権すら、あ!出た。もっと奥の方からも匂いがするにゃん。さらに奥へ続いてるのか。ここを探したら行ってみようか。死体があんのかね。えい、行くぞ。あ!あるある!ノエルの頭部が台に乗っている。ここにあったのか。ひ、これ、ノエルさんの死体じゃ!チップを探す。今のうちにチップを探そう。はい。チップのこと知ってんの?待てよ、チップってどんなものなんだ?まずい、複雑な機械とか全然わからないぞ。父さん、な、喋ったにゃん。銀、大声出しちゃ。誰ですか?わー、来た、もう、ジューってやってやろうぜ。出て行ってください。ハンナキ、サラさん、悪趣味メロンソーダ、なんだわんこれ。言ってやれ。あ、意識が戻ったんですね、ノイルさん。ハンナキか?ふざけ、なんで、あのまま、死なせてくれなか。そうだわん!こんな悪い奴放っておけばよかったわん!なのにまさか直す気わん?な、に。俺は、治るのか?治りませんよ、あなたは。は。重要な部分を破壊されてます。あなたの命はもって十数分です。ふっ。ふざけんなよ、てめえ。ならなんでこんな。あなたを完成させるためです。完成って?ノイルさんは自分のことをどこまでしてますか?俺は、父さんに作られた最高傑作、整えるだ。それは本当の名前ではありません。未完成なんです、あなたは。整えるじゃなくて、なんかあんの?メガ整えるみたいな。まだ本当に完全体みたいなのがあんの?ガシュさんは、あなたに、ある感情を強く組み込みました。劣等感、かな?劣等感か。そうです。嫉妬や憎悪を生み、より人間らしくなったと言ってもいいです。そして、本来持ち合わせるべきものを捨てました。捨てた?優しさ、思いやり、幸福感。性の感情、そのほとんど。表情を作る仕組みはあっても、心からの笑顔は作れないんです。心がないから。本来、組み込むのは私の仕事でした。え?負の感情はガシューさんが、性の感情は私が、ハンナキ、じゃあもう、こいつも人形だよね、多分。人形なのになんか結構、上のポジションなんだね。しかし、ガシューさんに止められてしまった。不完全であるほど人間らしいと、いびつな人形に整えたんです。そんな、今、あなたに心を返します。で、心を返すけど、十数分後には壊れちゃうんだよな。あなたを本当の姿へ完成させます。やめろ。どうなっちゃうんだ、ハンナキ。やめろ、ハンナキ。お!やめてくれよ。今さら心なんて。
もう俺は死ぬだけなのに。やめろ、やめろ。あ、流れてくる、流れ込んでくる、いらない感情が。やだ、こんなの。許してくれ、もう、もうやめたれよって思うけどな、若干。ね、こんな形のハンドスピナーあったらやだな。私たちが奪ってしまったものの大きさは知っておかなきゃいけないんです。罪悪感を味わえみたいな、そんなもの知りたくない。今あなたは完成するんです。心を持たない人形整えるから、心を持った人間心得る。ちょっとなんかダジャレっぽいな。心得る、心得るの、この子は人間に。でも人間になりたかった、人間に嫉妬してたんだもんな。うわぁ、なんか教えてくれたりせんかな。俺は、なんてこと。終わりました。よくやった。残酷ではあるよな。ちょっと言えることないね。なんか、少しだけかわいそうにゃん。これが、私の責務ですから。ハンダキーは、ロエルの、ノエルじゃなくて、もうロエルって呼んでる。ロエルの頭部をガチャガチャと触り始めた。これがチップです。くれんの？くれんの？探しに来たんですよね。ちょっと味方感あんだよな、やっぱ。これをうまく使えば、セキュリティを無効にできます。しかし、それにはガシューさんだけが知る秘密の部屋を見つけなくてはなりません。私が言えるのはここまでです。最低。もう死んじゃったのかな。じゃあもう戻りますか。秘密の部屋か。探してみるにゃん。あの、私、心当たりがあります。連れてってくれ。大手柄です、ナオさん。連れてってください。は、はい、もちろんです。どうした、銀。なんか、思うところ。なんかな、みんな怪しく見えんだよな、こうなってくると。まずはロビーへ。はい、はい。お、いる。どうかなさいましたか、ポ。いえ、何も。お困りであれば、何でもお申し付けください。ないね。さあ、アラちゃん。あ、逃げ出した以来だもんね。よかった。もう元気みたいだね。刑事さん。あの、私たち少し急いでまして。刑事さんも一緒に行った方がいいでしょう。オッケー。じゃあまた後で。ガシューさんが見てます。怪しまれないように行きましょう。あ、荒れた廊下の方です。荒れた廊下の方。誰もいませんよね。はい、他には誰も。どうした？本当にここに秘密の部屋があるんですか？あの、サラさん。え？おそらくですが、部屋に入ったらチャンスは一度きりです。え？なので、一度チップをチェックさせていただけませんか？チェックですか？え？なんだ？なんでナオがそんなことまで、なんか、わかるんだ？チップのこともそもそも知ってんのかって話だしな。みんなで話し合ったのかな？なにこれ？なにそれ？渡す？わかりました。ロエルのチップ渡した。ありがとうございます。ぶっ壊すじゃないだろうな。ナオさん。はい？ナオさんは何か隠している。目を閉じて、深呼吸だ。澄んだ頭で、もう一度ナオさんを見よう。さっき、ケイジさんといた時の感覚で。おー、出た！動揺を。感じる、ナオさんの動揺を。ケイジさんならどうする？どうやって心を動かす？どうやって、心に触れることができる？ん？触ればいいの？何これ、触ればいいの？ウィーウィー合ってるかこれ、本当に。どういう、合ってる合ってる合ってるこれ。ただ連打してただけだけど。
合ってんだね。ナオさん、すべてを話してください。何のことですか？私たちはもう、ただの他人じゃありません。仲間なんです。騙されるくらいなら同じ立場に立って悩みたい。全部、お見通しなんですね。お、私は、嘘をつきました。あらー、チップを欲しかっただけ？秘密の部屋なんて知らないんです。まあ、多分だけど、モニターに映ってた人工知能の三島先生に指示されて動いてんだよね、きっと。なお姉ちゃん。でも、知る方法はあるんです。どういうことですか？サラちゃん。ごめんなさい！え？ご苦労様。あ！ええー、ソウの仲間多いよ。ソウガは4人もいんの？ソウ回してね。バーガーでしょ？で、カンナでしょ？で、ナオいて、3人いて、ソウがいるでしょ？まあ、こっちは、ケイジさんとジョーは絶対に、味方だよね。レコも味方だと思いたい。そしたらもう、銀も絶対味方だな。まあ、ちょっとこっちの方が多いけど、一人だけだな。結構、そう側が多い。そうさん！お前震えて出てったんちゃうんか？どういうつもりにゃん、陰キャ！君たちこそ、この後はどういう予定？どういう意味ですか？さ、このチップをどうやって使うか考えてる？それは、そもそもなぜチップのことを？待ってください。なぜあなたがチップのことを知ってるんですか？なんでだろう、不思議だね。僕なら解析できるんだよ、このパソコンで。解析だって？最低なやつにゃん。そのためにナオ姉ちゃんを利用したわん。君たちと違っていい子だよ、ナオさんは。さあナオさん、チップを僕に渡して。ナオさん？あ、ごめんなさい。え？ああ、パソコンを！ちょっと、どうした、どうした？ナオさんはパソコンを奪い、ソウさんを突き飛ばして走り去ってしまって、ソウの味方でもないんかい。逆にあんな慌てるソウを見たことはなかったな。どういうことにゃん？待て、チップもパソコンもどこへ持っていくつもりだ？サラ姉ちゃん、追いかけようわ。ロビーの方に行ったにゃん。これ三島先生の指示だよな。三島先生じゃないんだけどね。寝室の方行ったか。皆さんどうしましたか？にゃ、邪魔するわん。邪魔するなわん。急いでるにゃん。おお、これは失礼しました。しかし急ぎすぎて転んでしまっては危険ですよ。どいてよ、フロアマスターさん。これは何の時間稼ぎ？めっそうもない。心配からお声かけしただけです。どうぞ。刑事さん、ついてきて。やっぱ頼もしいよ、あなたがいると。行きなよ。今はおのおのでやるべきことをだよ。ちょっと一緒に来てくれ。なお、おい、見てんじゃねえよ、お前。やっぱそうだ。なおさん、来ないでください。おや、お客さんですか？おう、サラさんたちではありませんか？にゃ、おっさんのモニターワン。これガシューがやってんじゃないの？レコさんに壊されたんじゃ。先生はまた生き返ったんです、私たちを守るために。皆さんご安心ください。私が脱出の手引きをいたします。手引きってどういうことにゃん？人工知能の私なら持っているのです、この施設のセキュリティデータを。そんな、バカな。信じてください。施設内のマップが必要なのでしょ。マップって？秘密の部屋がわかる。確かに秘密の部屋がわかるね、マップがあれば。秘密の部屋がわかるかもしれない。ナオさんが持ってきてくれたパソコンがあれば、そのデータを渡せるんです。だからナオ姉ちゃんはパソコンを。なんでチップは必要なの？ルエルのチップは今の件に必要ないと思うのですか？私、解析もできるんです。一緒にやってあげようと思いましてね。
サラちゃん、先生を疑うようなこと言わないでください。いや、疑うよそりゃ。そんな都合よく復活したりね。さ、早く繋いでください。時間がありませんよ。ま、待ってください。ありがとうご、なんか怪しいんだよな。あなた本物？あなたは本当に三島先生の人工知能なんですか？なんてことを言うんですか。先生の優しさを疑うなんて許せません。まあまあ、ナオさん、サラさんたちは疲れてるんです。いや、怪しい、おかしい。なんか三島先生だったらもうちょっとなんか言いそうだもんね。サラ側に気の利いたというかね、気を使えたコメント。さあ、あとはそこのプラグを。ダメです、ナオさん。できました。これでいいんですか先生。よくできました、ナオさん。あなたは本当に扱いやすい。先生、このパソコンもチップもデスゲームに非常に邪魔なノイズだった。でもこれでガシュー様も安心する。ガシュー様？ナオさん、パソコンとチップをこっちへ。そいつは三島先生じゃない。もう遅い。チップもパソコンも私と接続された。すべてのデータを破壊する。二度と脱出なんて夢が見られないように。いや、やめろ。メインゲームから逃げるな、人間ども。ああ、これにはそうも激おこだろうな。え？ぐ、え？なんだこれは。え？なんかコンピューターウイルスでもなんか入ってたの？エラーが起きました。くそ、なぜ？一体何が起きて？うまくいきましたね。かっこいい。ちょっと、俺以外のやつかっこいいな、なんか。それも演技だったの？うわー、なんか層が慌てた振りも全部嘘。うわ、やるなー。いやー、ナオも成長してんだな。そうみたいだね、ナオさん。ナオ、貴様、何をした？こんな。気安く呼ばないで。先生の声で、先生の姿で私の名前呼ばないでください。ナオ、お前、まさか、初めから。私と先生の絆が、そんなか細いものだと思いましたか？偽物ってわかるってことか。ねえ、サラさん、パソコンにあった謎のプログラム、覚えてる？エッチなファイルですか？その通り、笑っちゃうよね。ファイル名、エッチなファイル。あれさ、カイさんが用意した奥の手だったんだ。イニシャル H のファイル。実は組織の情報を吸収するためのハッキングファプログラムだったんだ。え？ハッキングだと？はは、消去されるのは君の方だったね。やめろ！うわぁ、カイも、ソウもなんか、うまくやってんな、ナオも。俺だけ慌ててるだけだな。誰が交換したんだろうね。身代わりのやつ。立てる？サラさん。まあ借りようか。ちょっと重いな。失礼な。僕はこのまま解析に取り掛かるから、君に役目を伝えるよ。ロビーに全員を集めてくるんだ。頼んだよ。はあ、秘密の部屋に行けそうだな。理解の追いつかない私をよそに、ソウさんはパソコンをいじり始めた。いや、なんかさ、置いてかれてる。めちゃくちゃ置いてかれてますね。こう、もうなんか弱い、もう確かにね、この、ナオさんがもう弱いみたいな、首を持ってうろろしてたみたいなさ、弱い頃のナオさんはもういないんだね。ソウがね、何考えてるか。まあ、脱出しようとは頑張ってんだろうけど、まずいな。ソウがかっこよくなってきましたね。まあ、別にまずくはないんだけど。はい。ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。君が死ね、多数決デスゲーム。まあ、そろそろなんか、多分だけど、本編本戦ゲームはあるとは思うんで、
そろそろなんか始まりそうな気もするんですが、今回はこれぐらいにしておきますか。ご視聴ありがとうございました。やっぱ面白いね。